南側金城府島駅は愛知県名古屋市港区金城府島三丁目にある名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線の駅。同線の終点、駅番号は案11ホーム島式ホーム一面二線を有する高架駅。ホームに安全対策としてフルスクリーンタイプのホームドアを設置している。バリアフリーの対応として2の入り口多ホームへの連絡階段に 1> 各一機、三機のエスカレーターを、またエレベーターを入り口と改札内に、各一機配置。管理駅であり、巡回駅である、野席駅を管理している。2018年度の乗車人員は139万5985人、1日平均乗車人員は3825人で、ある。名古屋市国際展示場で、イベントが開催される日は、 多くの来訪者が訪れる。2011年には、リニア、鉄道館が、開館。2017年には、レゴランドジャパンが開業したことにより、利用客が急増した。これにより、名古屋駅に次ぐ2番目の利用客数となっている。近年の年度別乗車人員の推移は、下評の通りである。レゴランドジャパンメーカーズピアポートメッセ名古屋、ファニチャードームあたり駅は、 名古屋港名古屋地区近城府倒に位置し、フリーマーケットやモーターショーが開催される名古屋市国際展示場の東側にある。場所柄、住宅は見当たらない。土休日のみ、近城府倒とガーデン府倒を結ぶ水上バスが運行されている。青波線開業前は名古屋市営地下鉄名港線名古屋港駅から築地口駅を経由する名古屋市営バスがポートメッセ、 名古屋まで走っていたが、青波線の開業後は、野関駅、またはフェリー不当までに区間が短縮されており、近所不当内に名古屋市営バスは乗り入れない。そのため、名古屋港駅や築地口駅から近所不当やポートメッセ、名古屋方面に向かう場合は、基本的に名古屋市営バスと青波線が連絡している、稲栄駅や野関駅で乗り換える必要がある。 ただし国家試験などの大規模イベント開催時は、臨時バスが名古屋港駅から、または名古屋港駅へ運行される場合がある。2017年4月1日のレゴランドジャパン開業に合わせ、アクセスバスが3路線新設された。これらのうち、つばめ自動車が運行している港シャトルバスは、名古屋港駅や築地口駅と、 近城不倒を結んでおり、名古屋市 A バスより運賃が高いものの再び、直接アクセスできるようになっていたが、利用者が伸びず2018年3月31日、限りで廃止となっている。また JR 東海バスは2017年7月13日より、京阪神昼、特急静岡号も停車するようになり、2017年7月15日から、浜松近城不倒。 名古屋線が新設される。名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線普通、野関駅近所不当駅。ありがとうございます。